はい、なんかここも超えてるみたいやでさ、もう全然練習なしで初見でいきます。なんか初見ってのも変やけど、プラチナ初見ですよね。だからプラチナはもう1から5まで全部初見ですわ。うん、大丈夫かなこの動画たち。大丈夫かなとは思いますけども、502なんてギリギリかもしれないですね、若干。ここまあ、最適解は分かってないんで、まあ、でもまあまあまあ、僕はスイッチでやってる以上、まあ、とりあえずはスイッチの点数を狙うということで。こうやってこういうの置いとくっていうのを最初はしてなかったよね、もちろん。あ、やばい。やばくねえけど別に。これ置いとくの早いんか、本当にこれ。今回。ちゃう、あかん、パズル、あパズルゲームや。これ左側から切り始めたらダメだってことやな。絶対右に行くときはこれ持ってこう。あれこれまず、あれこれまず、あかん、クリアできん。ちゃう、混ぜようと思ったわけじゃないよ、もちろん。ミスですよ、単なるミスですけど。なんてこんのやろ、しいたけ。じゃあ、こっち切っとかなあかんもん、今の。間に合うかな、これ。玉ねぎやな。ちゃう、トマト取ってる。これ点数減るわ、前の動画より。これ切っとかなかもな、こうやって。切り直そう。あかん、全然あかんわ。何点やったっけ、そもそも。いや、クソやん、これ。いけるんか、これ。あれ ?500 点やったっけ。超えた、よかった。まさかの、これ初めて、初見というか解放動画の点数を下回るという失態を犯しましたけども、あれでもなんで、さあ、400何点ってことで502点っていうこのちっちゃい差はなんなんやろ、これ。なんやろ、これ。順番通り出したもんね。チップの差じゃないよね。なんなんやろ。まあいいや。こんなんで。